おはようございます。2023年2月15日水曜日の朝です。今日の体重は 64.45 でした。体脂肪率は 36.7% です。おはよう、アビラちゃん。今日も天気いいですね。すごいですね。そして屋根の雪どん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 飛び出てきております。これが雪庇というものでございますね。わあ、すっごい天気いいけどすっごい寒いですね。気持ちいいですね。そして今日はですね、ご近所のお寺安龍寺さんで、あかねさんのお寺でヨガがありますので、午前中のうちに準備していきたいと思います。そしてその後にですね、いつものメンバーで今日もランチ調子会の予定でございます。で、鍋をまたですね、簡単に作ってごちゃごちゃって食べようかなって思っておりますよ。まずは白湯飲みます。今日も来ております。赤蔵ちゃん、お、ちょっと見えなくなっちゃった。お尻しか見えないけど来ておりますよ。を取ってどうするの？運んで埋めるの？一生懸命だね。ああ、あの穴にいっぱい入ってんでしょうね、きっとですね。かわいいね。頑張ってね。ヒロも来たね。よ、来たな。みかん食べに来たな。うん、取り替えてあげるね、みかんね。おいしいね、おいしいね、おいしいね、おいしいね。なんだ、すごいね、そのつけ方ね。じゃーん、こちらきりたんぽでございます。前回ですね、みんなでお鍋をした時に手作りきりたんぽを作ったところ、とても好評だったので、今回もきりたんぽ作りました。これから焼きます。いい感じで焼けております。きりたんぽ、美味しそうに焼けました。美味しそうです。食べるの楽しみ。お鍋の出汁は昨日のうちから昆布、かつおの出汁を取り、あと干し椎茸でも出汁を取り、そこに、鶏ガラがないので手羽先、手羽中をですね入れました。で、皮は剥いで一旦フライパンで焼いて、油をチーユってやつですね、出してからビラッと入れておりますよ。こんなことしたことないけど、鍋の素をいつも使いますけど、なんかあるものでと思ってやっております。今日の朝ごはんです。今日は三色丼にしました。ほうれん草のソテーと卵焼き。こちらは昨日鍋の出汁を作る時に使った干し椎茸と昆布と鰹節を佃煮にしたいやつ、昨日のスープの残り、トマトジュースで作ったやつ、キャベツの千切りしめじ、あとは鶏のささみが入っております。食べます。今10時50分です。遅刻しちゃった。いろいろやってたら寝てるぞ、出れなかった時間通り。10時半からの夢なんですけど遅刻。よいしょ、まず行きます。ですね、ちょっと遅刻しちゃったけど、でも半分以上はできたからよかったかな。で、これからみんなうちに来ますのでですね、ちょっとみんな車で来るので、私の車ずらしたりしようと思って、先に歩いて帰った方が早いかな。歩いて家の方に向かいたいと思います。今日のお昼ご飯です。今日は鍋、きりたんぽとかいろいろ、ごぼうとか大根とか人参とかネギとか厚揚げも入れて、
鶏肉も入れて、あとは水菜とか、なんかキノコとか白菜とか、あと安龍寺の住職差し入れのゆっくり芋と紅はるかはもうないな、みんな食べたな。まだでももう2本あるので、あとで追加して食べたいと思います。今日はじゃあみんなで食べます。みんなで楽しく食べておりますよ。こんちゃんが立った立った、こんちゃんが立った、こんちゃんが立ったよ。やったー、立った。おかえりかんちゃん。おかえり。ただいま言ったよ。言ったか。ただいま。おかえり。かんちゃんがうちに帰ってきましたよ。イエーイ。おいしいですか。どうぞ、好きなとこ行っていいよ。旦那さんが差し入れで買ってきてくれた杏仁ソフトクリーム食べます。家でぐにゃぐにゃ人間ゲームをしております。バイバイ。バイバイ。しっかりカメラ目線でございます。じゃあね。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日も一日超充実した一日となりましたね。ヨガはちょっと私ですね、遅刻したってごめんなさいだったんですけども、なんか悪い癖ですね、片付けというかですね、準備をしてたんですけど、みんなが来てくれるですね、だからあそこもやる、ここもやるっていろんなとこ手つけ出しちゃってですね、でそれで結局収集のつかない状態、全部終わらせないと収集のつかない状態にしてしまい、それで準備するのに時間がかかっちゃってですね、それで30分くらいかな、遅刻しちゃいました。そう、でも30分だけだったんですけれどもね、ちゃんとしっかり自分と向き合えるようにちゃんと頑張ってやりましたけど、やっぱりあれですね、ちゃんと最初から出てこそのっていうところをちょっと自分の中でも感じたのでですね、ちゃんと遅刻しないでいけるようにしなくちゃいけないなって思いました。でもやっぱりあかねさんのヨガ途中から参加とはいえですね、今までたくさんヨガのお話とかも聞いてるし、自分との向き合い方とかもちゃんと教えてくれるのでですね、パッと入ってもふーっと入り込めるっていうのは、あ、すごいなって自分で思いましたね。自分で感じておりました。うん、だからやっぱりヨガのお話を聞いてからこそのヨガ、本当に自分今やってるヨガっていうのは体に効いてるんだなって改めて感じることもできてですね、よかったかなって思います。よくないです。遅刻したのはよくないんですけども、ちょっと気づき的には良かったかなって思っております。はい、そしてですね、来ましたね。皆さん遊びに来ました。で、お鍋をですね、やろうっていうことで、でも今回本当に、鍋をするために何か買い物するとかはせずにですね、本当に家にあるものだけ、もしくは皆さんしかもですね、いろいろお野菜持ち寄ってくれて、私今日超すごい簡単にですね、できました。準備したのは本当にだしの汁と、あと何だっけ、きりたんぽだけで、きりたんぽも好評だったのでですね、今回も作って美味しくいただきました。美味しかったですね。でワイワイって喋って、それで
ちょっと全部が全部動画には撮れてはないんですけども、バチャバチャってしちゃって、なんか散らかった感じの動画の仕上がりになってるかな、もしかしたら編集してみないとなんですけども。でその後ですね、アンデルズのカンちゃんも来てくれて、ゲームやって、なんかこたつが気持ちいいみたいでですね、こたつで潜ってピコピコってゲームとかして楽しんでたのを見て癒されておりました。楽しかったでございますね。はい、そんな感じで今日いろいろですねお話しして、毎回そうなんですけども、すっごく食べるんですよね。そうそう、チョコ持ってきてくれましたと私言ってないかもな、動画で。ロイズのチョコとかもナオミさんっていうご近所のですね、恥ずかしがり屋のナオミさんが持ってきてくれて、それでそれももうパク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 食べちゃったんですね。結構動画撮るの忘れて。でなんですけども、毎回そうなんですけど、女子会の後って必ず痩せてるんですよね。だから食べてる以上に笑って喋ってるのかなって思いました。で前もちらっと話しましたけど、笑って喋るのって、水泳と同じくらいの消費カロリーがあるっていうのをですね、前何かで調べてみたことがありましてですね、本当に食べてるのにすごくでもないけど、太らないか痩せてるかっていうことが多いので、明日もちょっとその辺は期待したいなと思っております。はい、そんなわけでもうなんかちょっとですね、さっき一瞬みんな帰ってからですね寝ちゃったんですよね。そうだから、これからまたいろいろお片付けも、そうみんなやってってくれて、さすが主婦の塊って感じだったんですけど、さらさらともう洗い物とかもやってくれたので、私は今日はすごい楽をさせていただいておりますのでですね、ちょっとこれからまたちょこちょこっと片付けしてゆっくりしたいと思います。はい、そんなわけで今日はご開示しておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。